皆様。いやもう2回目いらない。皆様、北海道から来ました、はい、北海道テレビで水曜どうでしょうという番組を作っております、藤村でございます。嬉しいのでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。流れるようにやりたいと思います。全くです。暑いですが。とりあえずですね、我々昨日、はい、松山来まして。来ましたね。もうすっかり道後温泉に入り。終わりましたね。いいお宿でね。ねえ、すごい。いいですよ、ね、もちろんもいいですよ、ね、でもま、あれやっぱり僕ら昨日空港からね、バスで来てで、その着いたところはやっぱ道後温泉の、はいはい、あそこの駅というかね、はい、島のところ、はい、あれまさにあれですね、我々が最初にサイコロ1っていうので松山行きの来た時に同じところにね、バス止まってちょっと懐かしかったです。懐かしいですね。商店街で転んで、おじさんがステーンって転んで、返してくれかーって言ったっていう。母さん、今僕は松山に行ってます。そこから旅が始まったんです。そうですね。我々のもう旅の原点とも言えるこの松山。まあ、久しぶりに来ましてね。原点に帰ってたんです、我々。そういうことです、そういうことです。そしてもうこの平日、何の予告もなく来ちゃったもんだから、ある程度こう、パラパラっていう。で、それでもね、よく、だって大人の方は明らかにこれ会社サボったりとかさ若いやつは学校サボってるわけでしょ。早引きして帰ってるんですね。そうですよね。いやもうそうかな、これだけ集まっていただければ。で、なんかあれだよね、松山の町広くていい感じですよね。いや、嬉野さん、本当今朝来た時にね、高島屋の前でね、いや、もう住みたいんですけど、住めばあったいいですね。ね、でもいい感じのお城がだって、うんうん、2月にね、高松に行って、そうそうそう、高松のね、三景映画祭に来まして、高松の松山、なんだか、いいですね、反映してますよね、反映しますね、割と昨日はね、3番の町が焼き鳥に行きまして、ただ、行きますとですね、あ、昨日のだよね。いや、焼き鳥屋の、おもすけさんの昨日はどうね、ごちそうさまでした。かわやきという食いましたですね。それで、やって案外あれですよね、人多かったですよね。いや、これ多分ね、地方に住んでると、いやもうそんなうちの町なんかって必ず言うんですけど、我々外に、うん、から来るとね、四国の高松もそうだったけど、この松山も全然下げたかった。全くないですね。ないです。札幌はもちろんでかいんですけどね。なんか地方都市の、こっちの特に高松の松山を連発できたら、四国全然いいじゃないですか。福岡どうですか？あ、違いますね。やっぱり穏やかに穏やかな感じがしますよ。なんか四国の町はすごい。ね、四国ちっちゃいちっちゃいって我々散々不景にしてきました。そんなことないから全然いいですよね。失礼なこと言ったもん、今。比べて、オーストラリアと比べる方が間違いない。そちっちゃいオーストラリアと比べて、形は似てんだよ、ね、松山はやっぱね、いいんですか、これいいですか、いいと思うよ。これはですね、松山さんぜひ行きたい。そうなんだ、そうなんだ、俺早めにこれ終わらせてね、なんか坂の上の雲、俺大好きなんですよ。俺一番好きな小説なんですよね。縛りを食べて、あれはいいんですよね。だからちょっとね、早めに次のね、おんちゃん仕事の3時からありますからね。それ書いて、我々今からある程度グッズの宣伝していきますから。あ、どうも。こちら、あ、っていうかもう今回こちら。これはもう本当に我々がアフリカに無理やりね、俺は本当にね、うちで俺ずっともう10年20年近くが寒いなんですよ、うちで。石坂店長ね。2人でっていうか九州にこう行った時があって、その時に旅館で寒いだったんですよ。旅館のね、よく浴衣になって寒いの旅館もあるじゃないですか。でそこの寒いがよく出てすぐ売ってたんですよ。ちょうど買ったんだ。で店長も一緒に買ったんだ。で俺はもうその日帰ってからずっと寒いなんです。これ一番いいんですよ。気持ちいい、気持ちいいし、ちょっとやっぱりね、できそうな人に見えるんです。これで、これもあれでしょ、あなた、サムエ来てるでしょ、最近、うちで。なんかサムエ来て、
郵便局までかくるわだから、女房はね、寄せばいいのに、備前屋のね、茶碗で出すのかな。ご主人はなんか遠くて、やっぱりいいお茶じゃないですか。間違えられる。そうなんですよ。もう見栄えさえこうしてるとね、割とだから本当にこれで飯作ってると、すっごい、すごい美味しそうなもの見えるんですよ。これと包丁こうやってやってると。詐欺的な感じで、でも見栄え大事ですからね、これ、だから男の人はね、特に若いのはまだあれだけど、やっぱりね、俺らぐらいの年齢になってきた人は、ぜひうちで、このサムエを着て、いろんなことやってると、近所の人からも、俺なんか陶芸家から始められたり、陶芸家にも見えるし、なんか和食の料理にも見える。アフリカでもやっぱりね、アフリカから、喜ばないですよ。いや、そうなんです、そうなんです。空手家みたいな。そう、必ず空手家柔道やってると思われる。つまり強いと思われる。ということは、あまりひったくりとかに合わない。こういう効果もある。そうそうそう。それからあれですよ、あのね、高級ホテルにもし行ったとしても向こうの人分かんないですから、民族衣装だと思ってるんで、普通はジーンズじゃね、ダメなところも我々堂々と入ってるんですよ。だってこれで言えば清掃だっていうの向こう分かりませんから、触れないの分かりますから、ね、そうです、触れない、それはノーって言ったら、なんだお前は日本の文化をバカにしてるのかみたいな、ね、紛争的なことになっちゃうんで、だからどんなところに行ってもこれ対応できるっていう、そういう、だから海外旅行すごくいい。ただ、あの今回セッター持ってません。やっぱりね、アフリカにセッターダメでした。ライオンがいるところでやっぱりね、あれダメですよ。これはまあ、だから今日もね、はい、ちょっととりあえず俺普通の靴で来ちゃいましたけど、まあ室内ではやっぱこれがいいし、海外でもやっぱこれは いいです。いいとは、これ簡単に切れますし、若干高いですよ。高いですね。高いですよ。ただね、これね、安いもんダメですよ。俺ね、旅館のやつね、すごい良かったんですけどね、本当にいつも来てたから、ここはもう擦り切れて破れちゃって、ただそれでも味があるから来てますけどね。で、今もこっちの方と、これがどん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 味出てきて、これあれですからね、あの縫製から、あの布地からね、この抜いたやつから全部日本でやってますからね。今もう日本で縫製するのないんですよね。いや、もうそこら辺やってますから。僕は来てるこの愛をね、随分いや、つきます。ブルーレットになっちゃってますね。青く。いや、もう若干ね、ただこれは洗っていけばいいわけですからね。だからやっぱり俺の隠し分、俺とミスター来てた隠し分を引き付けてね。いえ、絶対そっちの方売れますよ。普通、やっぱそっちの色ですよ。ただこっちの方がね、どれぐらいですか?2万弱しますよ。しますよ。いいんですよ。俺がね、最初にもらったんですよ。サムエ来てるって言ったら、で、いただいたやつが1万7、8000とか、でもそれを中国で合成したやつで、いや、今回じゃあ作るんだったら全部ちゃんと作りましょうって、はい、言ったらやっぱり値段上がりましたね、しょうがないね。それと、それは高いという方にはこちらのアフリカ訪問記念タオル。これいいですよ。これいいですよ。なんかもう全く遊びのない、遊び心が全くないこのロゴで。本当にタオルと紛れちゃって、なんかうちの坊主がさ、炭かなんかこぼしてさ、それ吹き上がってさ、でちょっと黒くなっちゃう。いや、ありそうだ。そのぐらい注意しないとわからない。こだわりのロゴ。こだわり。ただね、これやっぱり普通にパンと置いといたりな、ね、あの温泉なんか持ってたりすると、君かぶってるかそれね、こうするとわかんないでしょ。ただパッと取った時に、これ水曜どうでしょうか、この控えめな、そんなグッズあるって、一番グッズ作っちゃいけないような、ね、書体すらうちの書体じゃねえっていう、このこだわりのなさ、ね、これじゃ、これはね、愛媛といえば今治のタオル、有名ですけども、これはね、大阪の泉州のタオル、今治はこれからね、我々もまたちょっとね、産地攻めていこうと思ってますけど、泉州ってところは、泉州のタオルって、これまたいいから、愛媛の皆さんね、今治ばっかりじゃない、たまにはこれね。もうやっぱり今治がいいなと思えば、我々もあっさりとね、じゃあ今度今治を作りますってなりますからね。で、このあれですよね、真ん中に入っているイラストも、これ最近もう、あれね、もう1年経ちましたから、髪伸びましたよね。アフリカバージョンで私の頭も丸いっていう。あんたこんな感じですね。こんな感じだったよね、本当にね。え、これがですな、これが、あの、これもね、これは俺が書いてあるんですよ。で、ね、実はこれはあのアフリカで我々がしょっちゅう飲んでたビールの、あのこれはね、タスカっていうビール、タスカってビールは本当はここがゾウさんだった、ゾウなんだけど、俺の場合はアフリカで一番印象残ってるのはバッファローだったんで、ゾウをバッファローに書いて、で、まあケニアと入れてこれを書いて、これ
が、あのこれ有田焼のフッチーノさん、もう本当にすごい珍しいというか、軽くて割りにくいっていう素材の有田焼で全部作ってもらってる。こっちはいいでしょ、これいい。ここにあるっていうことは祭りで若干売れ残ったって。もちろんそうですもちろんですよ。ここで残ったらまたよそで、またよそでもらうと、できますよね。もちろん。で、こちらが、これは有田焼の、そのね、なんか伝統のデザイン、タコカラックさん。タコカラックさん。タコカラックさんの中にですね、我々、藤村忠久、コトブキ、嬉野正道、嬉しいという、そして、伊佐店長は豊かっていう。で、もう一人ね、キャップっていうのは、福屋。僕ら一人ずつに実はすごくね、縁起のいい名字が、ね、もう大泉洋、鈴井隆之、何にもめでるとなんともないんですよ、はい、こういう我々あの祭りのスタッフのこの名前のめでたいやつをあしらったこの、これはね、やっぱ秋が来ないと思うんですね。これいいですよね。これは本当めでたいですから、特に疲れたサラリーマンの方にね、これは一番買っていただきたい。名前にこういう字が入ってたら多少仕事も楽しくやれるよっていう。これサラリーマンはいないんじゃない。そうだよね、ここに来てたらほら来てってそしてまた俺が若干余ってる。俺勢い込んで作っちゃったやつ余ってるからここ来てんでしょ。もちろんこういう風に作っちゃったの言ってくよ。これ本当にこれがもう、これもフチーノで作ったこのね、丼花の丼じゃないですかね。これね、これうちの、まあ、時はまだ取ってませんけどね、こう乗っけられるね。いや、これアウトドアで、アウトドアに使える。軽いって言ったよね。軽いです、ね、これ入れていけば ねキャンプなんかおしゃれおしゃれで、この上におかずをのして、下はもう飯たっぷり入れて、これ乗っけると本当割といいんですよ、見栄えが。いいんですよ、ね、だからこれも奥さんね、旦那さんが仕事遅いと、これでまあ皿とね、なんかこうやってラップでね、2つやるのは面倒だってね、飯も入れて、これに入れて、バンと上にラップしてれば、もう、親父にこれ出しとけば、もう、全部いい。で、親父も、まあ、どうでしょうか、好きなのに、まあ、どうでしょうか、みたいな感じで、いいじゃねえか、文句を言わない、家庭円満のためにこちら、ありたいというね、我々は考えたこと、丼、これもいい。ね、そして、ね、あれはね、マラソンのフルマラソンを、ね、やってますね。やってまして。で、これはこちらも水野さん、うん、水野さんがもともと作ってたんですけど、女性用しかなかったんです、このドットが。で、うちの店長が男性用も欲しいって、無理やり作って、男性用です、これ。なるほど。男性用のやつもある、L サイズ。はい、ね、これ、履いて、我々この前、大分の、はい、武田のマラソンに出ました。これ、マラソン以外に使うってあるんですか？ないです。これ、朝のね、ウォーキングとかね、俺には多少のどうでしょう魂を入れつつ、これもこれもお父さんいいんじゃないですかね。ね、地味じゃなくて多少派手で。俺これ。え、俺もなんか、これも女性のだったんですか？いや、女性のやっぱデザイン的にいいんですよ。案外いいですよ。腰がしてくられて。そう。これはだからここにね、手がこうやって、親指がこうやって、交換にも多少なるってね。まあこれは着やすいやん。だから俺毎日は着てますよ。ね、うちのグッズは、あと、まあ、でもあれだね、やっぱこれが今回メインですから、もうネットの方ではね、もう完全に売り切れてますからね、これ、だって数少ないですからね、何、2万円弱のやつをね、バカみたいに作って、でお前ら、カレーみたいにやってたら、かなりの俺らね、金儲け主義みたいに思われちゃうんですから、いや、金儲け主義ではあるんですけど、やっぱりね、さすがに2万なね、いくらのやつをね、そう多くは作っちゃいます。これまた多少期間感を追っといて、もう少ししたらまた出しますから。あと、ね、せっかく北海道から今回物産展ですから、我々の単位である北海道を、ね、はいはい、皆さんちょっといろんなものを食べていただきたいと思いまして、これね、ちょっとご紹介しておこうか、他のね、出店の皆さんと。こちらワイン。あ、小樽のワインね。すみません、ね、まずはちょっとじゃあ、当たり前じゃないですか。今からこれ一個ずつ味見していきますから。ちっちゃいな。いや、すごいこれ酔っ払い。ああ、なんかこれ飲みやすい。あと甘め。甘いね。これちょいね。
仕事ですからね。そうじゃないよ。こうやってちゃんとグッズを紹介して、さらに今から北海道の子のね、やつをちゃんと紹介していこうっていうんですか。あのね、本当にね、あの北海道の物産展って、まあ、全国各地あるんですけど、いやこれ、溶接のね、この高島屋の方がどうやって集めてきたのかわかんないんですけど、すごいね、あの、通なところっていうか、あれって思うところがこれ入ってるんですよ。だから詳しいな。いや、俺もう本当詳しいんですから。あのね、びっくりしたのがね、このクレープ工房ってあるんですよ。このミルクレープ。これね、うちの近所。うちの近所っていうか、あなたの近所そんな浜じゃないですよ。札幌の西なんですよ。外れですよ、随分。そうそうそう、俺んちね、ちょっと割と山の方なんですけど。そこの辺が来てるの？来てる。びっくりした。あれ？と思って。なんか行ったことある？いや。ミルクレープ溶けそうなの。パパラに、あの、私一応。あ、そうです。絶対欲しい。え、これミルクレロン。ね、好きなんです、はあ、でも割と皆さんあれなんじゃないですか、こういうとこ来るとはね、なんかこのエビとかイクラとか持ってたら、こうでっかい海鮮盛りみたいなやつがやっぱりなんか来るでしょ、きっと北海道にあんまり食いませんか、ね、割とね、あ、それは食いません、食わないんですよ、あんなもの毎日食えない、ね、あんなものってちゃうんですよ、ね、ただあれは観光客よ、そうなんですね、まあ常に俺らはエビとかカニを食ってると思われてるんですよ、そんなに食ってないですよ、ただ安いですよ、やっぱ札幌は、あのスーパー、普通のスーパー行くと、うん、あの会社も本当に安い、うん、それスーパーも大好きです。ねえ、おばちゃん的な感じでおしゃったんだけどね。そうなの、ね。それは一番感心しますね、やっぱり札幌に住んでて。いや、大体もその値段の差は知ってる。わかりますか、うん、やっぱ海産物はあの新鮮だし、安いっていうのは、まあ、これは間違いない。だから皆さん、あの北海道来た時は、割とね、普通スーパーっていうか、スーパーじゃなくても、あのデパートの地下の食品売り場 の、うん、あの海産物売ってるところに行くと、やっぱり北海道で一番いいものが。あの、これさっきからまた人気のおんちゃん商売。それはもう大人気ですね。ありますから、うん。あの、ちょっと僕らはもう少しここにさせてもらって、場所なので、あの、僕今、あの、今度お芝居をやるんですよね。この前、あの最初の稽古がありました。
あのね、なんでおっさんがあのいきなり芝居やめたの思われるでしょ。あの本当に会社とかすることでしょって別に、あの本当に会社終わった後、夜7時半くらいからその劇団に行って、あの若いのもいるし、俺と同じぐらいのいるし、劇団の中でも勉強してやって、まあ、最初の健康の時ね、先生来たんですよね。どうしますか、興味深いから見学に。いや、ちょっとレポートしようと思ったね。だからなんか、あとなんか主役っぽい。そうなの、セリフ随分多そうです。セリフが大丈夫なんですか。あのね、だからもうずっと道後温泉の宿で、昨日からずっと夜もう一人で、ずっと俺、セリフ言ってる。たまにだからね、俺、最近歩きながらでも喋ってることがあります。ちょっとおかしいらしいセリフを、うわびっくりしたって、なんか最初それで始まるんですけど何かっていうと、ちょっと気を許すと、そのセリフをずっと繰り返してるんで、つい言葉出ちゃう。あと、顔の表情どうしたらいいかとか。まあ、あれは別に家庭劇っていうのがさ、あ、そうですね。あなたなんか連れ子の女の子がいて、これお父さんだよね。連れ子の男の子いる奥さんとも再会してたんでしょ、うん、もう俺がエプロンして、俺今のところはね、まだ10ページしか台本できてない。全部の何パーセントで10分の1でしょ、100ページぐらいあるでしょ。あその中で、まあとりあえずね、あの10分の1ぐらいですけど、俺は普通のお父さんの役で、まあ、だったら多分俺このまんまやりますよ。そんな感じでしょ。やめるんじゃないですか、セリフさえ覚えれば。セリフさえ覚えればやりそうな。セリフが飛んだらどうするんですか。セリフが飛んでもね、なんとかなんじゃないのかっていうか。そうですよね、だって俺と同い年くらいのおっさんの役なんで、まあなんとかそのでなんじゃねえっていう気はしてますけども、この前2回目の稽古があって全部のセリフ覚えてたんですよ。2日ぐらいで覚えられたんですよ、案外10ページぐらいで。その稽古してる時に違うこと言われていきなりセリフ飛んで、そっから白ロボになりました。あ、俺こうやって何も真っ白になるんだ。どうでしょう、中でも俺真っ白になるのよくあるんですよ。あれ自分が思い描いてた通りに、まあ大体は行かないにしてもこれぐらいだろうみたいな感じのイメージは持ちつつやってるわけです。だからまあいろいろごちゃ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 言うわけですよ。どうでしょう、ロケで。ロケで。どこで回しになったの。あの例えば絵はがきの旅で、うん、札幌がいきなり出てしまった時とか。それは。うん。あれ？と思って。かける言葉がないっていうか、なんだろう、自分にもそうだし、全員のこの場をあれするのもそうだし。みたいな時っていうのは非常にあって、その時は本当に俺しどろもどろになるんです。なんかアフリカの時もそうだったんですか。なんかアフリカの最後ミスさんのところにライオンがなんか出てね、で翌朝なんかやってる時に、もうとりあえずまだあれで普通だったら終わりゃいいんだけど、まだもう一日ロケあるしどうしようかなと思った時に、なんとか楽しそうな話題に振ろうと思ったんだけど、ちっとも出てこなくて、だからあれ、あのキャップが違う、あれだよとかっていう時がよく、そういう感じのことはなんかありますね。それが多分芝居の時に出てくるんじゃないかなと思って。でもそれもなんかね、僕楽しみなんですよ。そういうことが来たかった、今日か明日、25日でいつ、今日何日、25日、今日25日、お、今日からなんかサイトのところではなんか予約って書いてある。あ、そう、書いてある。俺、まあ、松山の人にね、宣伝したってしょうがないですけど ね、 これ ね、 ね、見に来れないですけど、あの見に来たらすごいと思いますよ。おっさんが初めて芝居をやるのにほぼ主役っていうそんな演劇を金を払って見に来るっていうのはね、これはね、かなりな貴重な体験ができると思うんですよ。もしかしたらすごいものを見るかもしれないし、そうかもしれない、ね、もしかしたらみんな最後物を投げて帰るかもしれないっていう見てみたいですね。見てみたい、そういう興味、昔からね、やってみたい。じゃあもうね、いやいや、何してんの？この後松山城の結果をしてんの。この後松山城の結果をして。そうそうそう、でも今せっかくこの時間までステージの上にいたんだから、我らがワンちゃんのお願いしましょうよ。いや、珍しくねって言ったら私も大して思ったんで、珍しくはないです。でも、あの今日まだ松山の日がね、今日あの、あれ、あの書いちゃダメだよ、これ何ワンちゃんだよって言うから。そうそう、そんな感じだったんだよ。まだ見えてこないんで、ちょっと繋いでてもらっていいですか。あ、そう、はい、そこで、あ、はいはい、あそこで空気があるんですよ。来ましたよ、では音楽お願いします。はい、さあ、これからは